はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画のオープニングは車からお送りしておりまして、ただいまですね、千葉県の千葉から市原本店さんに向かっております。というのもね、まあ僕もこの千葉からさん以前からお世話になっているんですが、ちょっとね、先日大将の方に不幸がございまして、しばらくね、休業していたんですけれども、もう今はね、無事営業を開始しておりまして、またあのね、千葉から本店さんのちょっと美味しいラーメンが食べたいなと思いまして、本日はね、そちらの方の撮影に向かっております。いやーね、ちょっともう千葉からさんとは、まあ本当にね、昔から、いろいろとお世話になっておりまして、今日ね、ちょっと、まあ、食べながらね、いろんな思いが込み上げそうでね、マジでちょっと泣きそうなんだけど、まあでもね、まずは、美味しいラーメンをいただけるということで、そちらのね、ラーメンを全力で美味しく味わっていこうと思います。で、今日ももちろんね、昼営業のラストにお伺いする約束となっておりますが、今現状ね、まあ、ちょっと再開してからはどんな感じのお客さんの入りなのかっていうのもちょっと分かってはいないので、ちょっとねお店の方に着いてから、お客さんの入りの状況を確認次第、お店の方にね入っていこうと思っております。そろそろねお店も見えてくる頃ですが、現在ね2時前なんでどんな感じでしょうか。よいしょ。うわすげー、2時前でも全然並んでる。ちょっとお店前はね、車いっぱいなので一周回って駐車場の方に向かいましょう。よし、到着と。ちょっとねまだお店の方がいっぱいそうなんで、もうちょっとね時間見てお店伺いましょう。ということで、こちらが本日お邪魔いたします千葉からさんでございます。千葉からさんの定休日は月曜日から火曜日、営業時間は上記の通りとなっておりまして、臨時休業される場合もございますので、ご来店の前に一度公式ツイッターを拝見することをお勧めいたします。また、外持ち席には注文の方法もわかりやすく記載してありますので、初めての方やわからない方はご一読してお待ちください。ということで、もうね、店内に入っておりまして、注文が済ましてあります。本日は1杯目にラーメンと、で2杯目につけ麺をいただいていこうと思っております。もうね、営業時間のラストまでもう店内待ちをねしているぐらい人気店なので、久々の千葉からさんの1杯楽しみでございます。さあ、ニンニクネギでお願いします。はい、あります。すいません、あります。ということで、1杯目のラーメン到着いたしました。今回はね、セットにもちろんライスも注文させていただいております。それではいただきます。もう豚とか野菜しっかり乗っかってるんで、ね、スープも麺も届かないんで、まずね上の具材からいかしていただきます。いや、見えるこれ、この厚みですよ。厚みなのに全然硬くない、柔らかい。でもね、お肉らしいしっかりとしたムチッと食感もあるので、うまくて柔らかいんだけど肉食ってんな感はね、もう損なわれてないです。うん、ちょっとねチャーシューの隙間からスープ出てきたんで、これスープをいっちゃいましょう。大好きだった千葉からさんですわ。うまっ。豚感もねしっかりある乳化タイプなんですけど、醤油のね香りが一切負けてなくて、このねバランスがとんでもなくうまいっす。そして一回チャーシューご飯に寄せさせていただいて、もちもち系で弾力があって、かつねしっかりスープも吸うしコシもあって、いやもうほんとねこのラーメンにぴった
パリの麺なんですよね。食レポとかいいかな。黙々と味わいたいんだ。海苔をスープにしっかりつけて、ほうれん草とで、これにね、ライスですよ。うますぎる。ちょっとこれぐるっと混ぜまして、これね、豆腐からしよう。これはダメだ。涙止まりません。具材ラスト味玉でございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おかわり言ってください。ありがとうございます。いただきます。ということで、2杯目のつけ麺到着いたしましたので、早速食べていこうと思います。いただきます。2杯目もモリモリなので、上の具材たちから食べていこうと思います。またね、ラーメンと違っても千葉からさんのつけ麺の締めた麺、これがね、また一味違って美味しいんですよ。締める温度もキンキンまでは締めないので、しっかりとね、麺の風味もあって、この麺自体の美味しさがね、すごく生きてる、そんなね、つけ麺の麺でございます。これ見えます、皆さん。うまそうでしょ。いや、いただきます。やっぱベースのスープのね、濃度がすごいので、とね、このつけ麺は唯一無二。他のお店じゃね、食えないですよ。ちょっとこれ、温玉もね、割って、うわぁ。またね、これ、漬け汁のスープの方にはラー油がね、入っているので、ちょっとピリッとした辛みに、この温玉のね、まろやか感、これがね、ものすごい合いますね。
していただきましたんで、ちょっとこれも行こう。おいしい。なんだかんだこのラーメンとつけ麺のチャーシューにこの肉飯分のチャーシューで間違いなくね、チャーシュー1本分は食べてるわ今日。最後にはこれスープ割りですね、ということで2杯とも完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでね、本日は千葉からの市原にございます本店さんでラーメンとつくめを食べてまいりました。いやもう本当にね、どちらもこの思い出のままの美味しい千葉からさんでございました。本当に千葉からさん人気店なので、待ちのね時間も結構長かったりはするんですけれども、まあ、開店もね早めではありますし、本当にね美味しいお店ですので、ぜひね皆さんもこの千葉からさんで美味しい一杯食べてみてください。いやね、本当におかげさまで今日は最高の撮影になりました。ありがとうございました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。じゃあね。